ウィリアム・サン・フォード・ビルナイは、アメリカ合衆国の科学教育者、テレビ司会者、コメディアン、俳優、作家、科学者であり、アメリカで1993年から98年まで放送されていた、科学教育番組、ビルナイ・ザ・サイエンス外の司会を務めていたことで、有名な人物である。ショーティー・アワード受賞、デイタイム・エミー賞受賞、サイコップ会員。 1955年11月27日ワシントン DC にて、第二次世界大戦期間の暗号解読員であった、ジャック・リンと、退役軍人のエドウィン・ダービー、ネット内の間に生まれた。市内のラファイエット小学校とアリス・ディール中学校に在籍した後、一部奨学金を受けながら私立学校、シド導エル・フレンズ・スクールを1973年、卒業した。 コーネル大学にて機械工学を勉強し、機械工学学士として1977年卒業した。その縁で時折コーネル大学には入門レベルの人類生態学と天文学のゲスト講師として呼ばれている。内はシアトルのボーイングに勤め、ボーイング747の油圧共振抑制技術を開発する傍ら、 作業説明用のトレーニングフィルムに主演していた。その後、航空業界のコンサルタントとして働いていた。数年ごとに NASA の宇宙飛行士採用を志願していたが、落選していたことを1999年、タンパベイタイムズで語っている。ナイは、オールモストライブというワシントン州シアトルのローカルコント番組の作家兼俳優を兼ねて活動を始めた。 この番組の司会であったロス・シェイファーが番組内の6分の枠内でザ・サイエンスガイという愛称の科学的な実演を行う企画を提案した。この企画は1991年から1993年まで行われ人気を博し1993年から1998年まで子供向け科学番組として全米に放送された。テレビ番組ビッグバン セオリーシーズン7第7話、プロトン教授すげ替えの法則に本人役で出演。科学おじさん、ビルナイト紹介された。2018年、テレビドラマ、ブラインドスポットのシーズン3の第20話では、本名のまま脚色された役を演じた。シーズン4の第18話でも同役を再演した。2021年、映画、ブリスたどり着く世界に出演した。 2015コメンスメントスピーカー、ウィリアム・サンファード内。RUTGERS.EDU ラットガーズ。2015年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月4日閲覧。ジャクリーン・ジェンキンス内。79ワールドウォーツーコードブレーカー。ボルティモアさん。2011年3月24日。閲覧。バイオグラフィービルナイザ・サイエンス外。 billnye.com2010 年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年3月24日閲覧 Transcript of Oral History of Jenkins ss.library.uncw.edu2011 年3月24日閲覧 Night, Bill, My School Days The Crazy Rack ザハ e h u f f i n g t httpwww.huffingtonpost.com、ビル、ナイ、ビルナイズスクールデイズ B159818、HTML2009 年6月30日閲覧。シドウェルオーサーズアーカイブド2009年4月5日、アットザウェイバックマシン、リストナイアズウェー73グラデュエット、ナイビオ、billny.com。L n y e. 2009年7月2日閲覧。APDF ファイルフロムナイエスオフィシャルウェブサイト。ディスインフォ o r m a t i o n can also be found in flash. フォーマットアットザサイトアンダー。ビルインフォ。ジャネット・レノンービルナイアポインテッド CU ローズクラスオブ56。プロフェッサーズ。コーネルクロニクル。コーネルユニバーシティ。2014年1月17日。閲覧。ビルナイ・ザサイエンスガイ。 アットコーネル。エブリシングサイエンス。2013年10月3日、閲覧。デイビス、パメラ、ビルナイ、ザ・サクセスフルガイ。ストリート、ペテルブルクタイムズ。2008年3月5日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2008年1月26日閲覧。ビルナイ・ザ・サイエンスガイインタビュー。2014年3月15日閲覧。ありがとうございます。